歴史を紐解けば未来が見える大人の世界チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします。パレスチナ問題見ておりますけれども、はい、イスラエルの建国ということで、まあそこにもともと住んでいた、まあ、イスラム系アラブ人の、パレスチナ人の人たちがヨルダン川西岸、そしてガザ地区というところに押し込められた、はい、というところでのイスラエル建国という話になりました、はい、そうですね。その後、はい、これ1948年で、はい、その8年後1956年に第二次中東戦争で起きるんです、はい、でこれはの舞台エジプトで、はい、エジプトにナセルという大統領、まあ、有名な大統領ですよね、はいはいはい、で彼がスエズ運河の国有化ってやるんですよ、うん、であのスエズ運河って、はい、まあ、エジプトにあるけども、その運営会社の利権というのはイギリスとフランスが逃げてたんですね、はいはいはい、だからスエズ運河を通る船の通行量のもう 90% 以上はエジプトに入らずにイギリスとフランスが持っていっちゃうと、うん、でこれにナセルさんが頭に来て、うん、スエズ運河はねエジプト国民の財産であると、はいはいはい、でスエズ運河の国有化をやる、うん、これにイギリスとフランスが激怒、うん、でイスラエルを引きずり込んで、はい、お前もエジプトとはね国境紛争なんか起きてるよねと、でここらでね、はい、エジプトのリーダーナセルにちょっと一発食らしてやろうぜ、あいいっすねってことでイギリス、フランス、イスラエルとエジプトが1956年ぶつかるんですよ。で軍事的にはねエジプトの方がまあ劣勢だったんですけども、はい、まあ、イギリス、フランス、それからイスラエルの行為、これは侵略ではないかと、で国際的な非難がバーッ高まってる、はいはい、ついでに言うとアメリカも、はい、事前にこの軍事侵攻作戦のことあんまり知らされてなかったんです、はいはいはい、で勝手なことすんなよこらと当時の大統領がアイゼンハワーなんですけどね、うーん、でアイゼンハワーがなんかね、そんなお前らイギリスとフランス、はい、お前らのために俺はノルマンディに行ったわけじゃねえぞと、あーなるほどなるほど、言ったとか言わなかったとか、はい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 、でだから第二次中東戦争って、うん、まあイスラエル、イギリス、フランス、そしてエジプトぶつかっちゃうけども、政治的にはエジプトの方がまあ勝った形になるんです、ね、なるほど、でナセルはイギリスやフランスやイスラエルに対して一歩も引かなかった英雄として、はい、こう盛り上がっていくわけですよ。うん、ナセルはもうアラブ世界のもう英雄になるわけ、うんうんうん、一方でイスラエルは余計な戦争に首突っ込んじゃったなと、だからもともとは首突っ込まなくてもよかったのに焚きつけられたってことですよね。そうそうそう、一方のそのアラブの側はナセルを中心にもうみんなその団結が高まって、はいはい、でこれにイスラエルが恐怖感を持って、あだからアラブが団結することに、うん、ナセルを中心にね、それにビビって、はい、団結が打ち固められる前に、はい、人は吹かしてやると、こうして1967年に第三次中東戦争が起きるんですね、はい、これはね、はい、もうイスラエル大勝利です。不意をつかれた周りのアラブの国々も、はい、完全に本当奇襲攻撃されるんですよ。で壊滅ですね。いやただそんなことが許されるんですね。別にその恐怖を感じる利権とかそういうことでもないじゃないですか、うん、まあ、ちょっと単純化して喋ってるな、喋ってるんですけど、なるほどなるほど、はい、まあ、いろんなことがあるけれども、まあ、なんだかんだはあったんですけど、ね、はいはいはい、まあ、基本的にイスラエルが戦争に踏み切った最大の原則ですね、アラブの民族主義が結束する前に人は吹かしている、はい、で勝ったイスラエルがどうしたかというと、はい、ガーンと領土を増やすわけですよ。これですよ。まずエジプトからは、はい、シナイ半島を奪い取る、はい、からシリアからはゴラン高原ですね、はい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 、そしてガザ地区とヨルダン川西岸地区、うん、本来はパレスチナ人のものなんですが、これも占領してしまうわけです。そうなんですか。全部占領しちゃうんです。じゃあパレスチナの人たちどうすればいいんですか。だからイスラエル軍の支配下に置かれてしまうわけですよ。あ、なるほど。自分たちが自治をやっていたところがあのもうイスラエルっていう国になっちゃうってことですか。うん、でまあ、もちろん国際社会はこれ認めなくて、はいはい、国連安保理決議の第242号ってありましてね、はい、イスラエル軍よ早くね占領地から撤退しなさいと。なるほど。あなたたちの占領は不法占領である。だからヨルダン川西岸とガザ地区は不法占領だよと、はい、しかしそれをイスラエルはずっと無視し続けるんですね。ついでに言うと、はい、エルサレム、はい、ちょうど場所的にはね、はい、この辺りになるんですよね。はい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 。でこのパレスチナ問題を語る会のね最初にちょっとあの中島さんおっしゃったように、はい、エルサレムってユダヤ教、キリスト教、イスラム教3つの宗教にとって聖地であると、はい、よって、はい、どっかの国の首都になることは認めないというのが国際社会の、まあ、ルールだったんですよ、国際連合の。
だからあのパレスチナ分割団を国際連合が出した時も、はい、エルサレムについては、はい、まあ、そういう由緒ある町だから、はい、国際管理地域とすると。なるほどなるほど。これをイスラエルは無視して、はい、全域を占領しちゃったんですね。でこれまでテルアビブに首都機能があったんだけども、はい、エルサレムに首都機能を移しますと。でこれについては、まあ、現在に至るも、まあ、アメリカは認めてますけども、はい、トランプさんが認めちゃったんですよこれはね、は実はもう民主党の時代からね、それについてはもう OK しようというような声があったんです。ああそうですか。やっぱりユダヤアメリカ国内のユダヤ勢力を味方にしないと大統領選挙に勝てないというのは共和党もね、民主党も一緒なんで、あるんですね。だから90年代に民主党あのクリントン政権の時に、はい、テルアビブからそのあのエルサレムに都を移すことについては OK しようという法律もできてるんですよね。ああそうですか。ただ日本を含めて、はい、この問題に関しては日本を含めて国際社会は認めてない、はい、でとにかく征服しちゃったわけですね、はい、するとどうなったかというと、はい、この後に、はい、イスラエル、まあ、本国と言っていいのかな、はい、イスラエル本国からこのヨルダン川西岸地区にユダヤ人の入植が始まっていくわけです、はい、あのガザ地区はねもともと人口がすごく多かったんで、はい、ユダヤ人が入り込める隙があまりなかったんですよ。だから、うん、単純な土地問題とかですね、はい、でこれに対して、まあ、ヨルダン川西岸地区はそれほど人口が密じゃなかったんで、はい、そこにイスラエル本国から若くて貧しいユダヤ人たちが入植していくわけ。でイスラエル政府もそれをね、あの推奨するんですよ。ああそうですか、はい、こうして本来パレスチナ人が住む場所だったヨルダン川西岸地区にユダヤ人がどん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 増えていくと、はい、そうですね。いやでもそうなったらその町で、うん、もう危険な感じがしますよね。危険な感じしますよね、はい、だからあのイスラエルって、はい、まあ、もともとほら戦争を通じてできた国だから、はい、だからあのみんな軍事教練とかやってますからね。ああ国民は、そうですか、はい、韓国と一緒ですよ。ああ、準戦時体制なんであの国はいつもね。ああそういうことなんですね、はい、でそういうことで、まあ、第三中東戦争はイスラエルの圧倒的勝利と、はい、で敗北したアラブの国々、はい、どうしたかというと、はい、実はアラブといえばほら石油が出る国多いじゃないですか、はい、でこの時に実は石油戦略を発動しようとしたんですね。はい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 、パレスチナ人をいじめているイスラエルに対して、はい、石油戦略を発動して、はい、イスラエルおよびイスラエルと仲のいい国には石油を売らないと、はい、やろうとしたんですが、はい、足並みが揃わなかった。ああそうなんですか。あのアジアアフリカそれからラテンアメリカのね、はい、産油国が OPEC という組織、OPEC、はい、石油輸出国機構、はいはいはい、1960年に結成したんですが、はい、でその中にサウジアラビアとかクウェートも入ってるよ、ね、はい、アラブの国々も、はい、で石油戦略の発動を、まあ、提案したんだけども、はい、ベネズエラとかが、はい、まあ、これ拒否するんですよ。これはだからもう全く違うところにありますからね。中米も別にねパレスチナ人の肩を持つ必要ないし、はい、イスラエルやアメリカを敵に回したくないしっていうのがあって、はいはいはい、ベネズエラなんか反対したわけ。中んでこの第三中東戦争の後にサウジアラビアなんかが動いてオアペックという組織を作るわけ。だからオペックじゃなくてオアペック、アラブの人たちの産油国の組織、ね、組織っていうことなんですよね。はいはい。一方そのアラブの勢力負けるじゃないですか、はい、でパレスチナ人の武装勢力も敗北して、はい、でどうなるかというとヨルダン川西岸地区やガザ地区住んでられなく いられなくなるわけ、はい、ちゅんで北側にあるレバノンとか、はい、東側にあるヨルダンなんかに、はい、そのパレスチナ人の武装勢力が移っていくわけです、ね、はい、するとこれがレバノン政府軍やヨルダンの政府軍との間に確執が出てくるわけ。同じ武装勢力として、やっぱあの武器を持った人たちが大量に入ってくることについては、はい、レバノンもヨルダンもあんまりいい気持ちじゃなかった、ね、いやそれはそうでしょうね。で何が起きたかというと、はい、虐殺事件が起きるわけです。だからパレスチナ人からすれば、はい、敵はイスラエルと背後にいるアメリカだと思ってたのに、はい、アラブの同胞の中にも我々を弾圧する連中がいる と彼らパレスチナ人の間に孤立感がずっと高まっていくんですね、はい、でそういう中で彼らがどういうことを やったかというと、はい、戦う方法もうこれもテロしかないと。こうしてこの辺りからハイジャック事件が横行するようになるわけですよ、はい、その一番凄惨な事件というのが、はい、1972年のミュンヘンオリンピック村襲撃事件ですね。これね、あのミュンヘンっていう実は映画が撮られてるんですけど、
このねもう全編ずーっと暗いんですけど、オリンピックの選手村にわっと襲撃し、あのイスラエルの選手を襲うんですよね。黒い9月という組織が4人で突入して、イスラエルの、ね、レスリングの選手とコーチかな、人質に取るわけ、でパレスチナゲリラを解放しろという要求をイスラエル政府に出す、イスラエル政府がこれを拒否する、でなんだかんだで結局その人質の11人が全員射殺されるというね、僕高校1年生だったんですよ。でミュンヘンオリンピックね、日本が確か金メダル11個取ったもんね。で非常にもう印象深いオリンピックだったんですけども、その虐殺、あの人質殺された次の次の日ぐらいだったかな、当時の IOC のブランデージという会長、アメリカ人だったんですけども、追悼式で、オリンピックは平和の祭典であると、よって数人のテロリストによって中止されるべきではないと、我々は涙を拭ってこのオリンピックを続けるべきだという演説をしたんですね。でスタジアムにそのベルリンフィールの人たちが来て、炎天下で、あのベートーベンの第3交響曲の第2楽章を演奏したんですよ。炎天下で楽器持っていったらパイになるじゃないですか。で僕それ見てびっくりしたんですよ。これをやるんだと思ってね。まあそんな話もありました。いやいや、もう本当になんていうか、もう血で血を洗うですね、話に今から、しかもこれがここでとどまらずにどんどんいろんなところに飛び火して、いろんなことを考える人たちが大変なことを起こしていくっていう話になります。とりあえずね、第三次中東戦争までお話しました。わかりました。